ヒブヒブ、こぶたニュースのお時間です。今回は宇宙望遠鏡スピッツァーというお話です。2003年、日本ではモンゴル初の横綱朝青龍が誕生し、小惑星探査機ハヤブサが打ち上げられました。そして NASA は8月25日にフロリダのケープカナベラルから宇宙望遠鏡スピッツァーを打ち上げました。スピッツァーはユニークな形の赤外線観測望遠鏡です。地上からだと地球の熱で観測の影響を受けるため、宇宙空間から直接遠くの星を見ようということで人工惑星軌道に投入され、16年以上にわたり観測を続けました。人工惑星軌道は太陽を周回しつつ徐々に地球から離れていく軌道です。宇宙望遠鏡といえばハッブルを思い浮かべますが、ハッブルは地球を周回する人工衛星の軌道上にあります。人工惑星軌道上のスピッツァーは徐々に地球から遠ざかるので、データ転送が次第に困難になっていきます。そして当初5年の運用を計画していましたが、2009年に機体を冷やす液体ヘリウムが枯渇しました。これにより3つ搭載されていた観測装置のうち、赤外線分光観測と遠赤外線観測が使用不能になりましたが、赤外線アレイカメラはヘリウム冷却なしでも一部の観測が可能だったため、このカメラを利用して延長ミッションが始まりました。この延長ミッションは2018年に終了する予定でしたが、次世代の赤外線宇宙望遠鏡のジェイムズ・ウェッブの開発が遅れたため、2020年1月まで延長されました。スピッツァーは黙々と仕事を続け、地球と似た条件を備えた地球とほぼ同じサイズの惑星を複数発見したり、ハッブルと共に最古の銀河を観測したり、多くの知見をもたらし、人類の宇宙観に多大な影響を与えてくれました。スピッツァーの最後の仕事は黄道光の観測でした。1月30日、これまで起動時から開いていたシャッターを閉じ、収集したデータを地球に送り退職しました。スピッツァーの仕事はアーカイブされ、今後数十年間の宇宙ミッションの科学的基盤になります。2019年12月には欧州宇宙機関ESA の小型宇宙望遠鏡ケオプスが打ち上げられました。またNASA の次世代赤外線宇宙望遠鏡のジェイムズ・ウェッブは2021年に打ち上げ予定です。スピッツァーの功績は人類の宇宙との関わりをもっと広げていくのに役立ちます。ブヒ、ありがとうスピッツァー、お疲れ様でした。ブヒ、このチャンネルをいいなと思ったらチャンネル登録よろしくです。ブヒ、それでは皆さん、また次回お会いしましょう。ブーヒー。